どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、クレジットカードの還元率 1% をアップしてくれるですね、こちらのキャッシュなんですけども、9月7日よりですねアップデートがありましたので、今回ねその内容についてね解説やっていきたいと思います。まずねこのキャッシュに関してなんですけども、こちらですね国際ブランドがビザで年会費無料、発行手数料900円、還元率が 1% のプリペイドカードというふうになっておりまして、発行手数料がねかかるわけなんですけども、クレジットカードとですね紐付けることによって、クレジットカードのポイントとですねキャッシュのポイントを二重取りできるというねことで、人気のねプリペイドカードなんですよね。発行はね開始された当初はですねプラス 1% のね還元が取れるということで、まあ私自身ですねお勧めさせていただいてたわけなんですけども、数ヶ月前ですかね、一時ですねキャッシュのこの不正利用っていうのはねかなり頻発しまして、またキャッシュ自体にですね不正利用に対する保証がねないということで、おすすめねできなくなったわけなんですけども、9月7日に行われたアップデートですね、こちらも変更になったっていう感じなんですよね。今回のねアップデートで変更された点なんですけども、まずね先ほど言った不正利用の保証の開始ですね、また銀行口座からの入金ですね、あと出金送金機能はね追加というふうになっております。まあメインについてはですねこの不正利用のね保証の追加がねメインになってくるかなっていう感じですね。それではですね今回ね追加された不正利用の保証の内容についてなんですけども、クレジットカードのね不正利用の場合って、私ね数ヶ月前にね実際に家からね出してもないクレジットカードね不正利用されて、まあ、すぐねクレジットカード会社から電話がかかってきて、まあ書類をね返送するだけでね、あの特にね被害っていうのはねなかったわけなんですけども、キャッシュの場合はねちょっと違うっていった感じになってるんですよね。まず不正利用された場合なんですけども、補修請求までの手続きっていうのがね記載されております。こちらね公式サイトなんですけども、不正利用にあってから補償請求までの手順ということで、まず1個目ですね、直ちにカードをロックしてくださいということで、こちらねスマートフォンのアプリのね画面でねロックすることができますんで、まあロックをねすぐかけるっていった感じになります。で2つ目ですね、直ちに警察署に被害届を提出してくださいということで、クレジットカード会社の場合ですねこういう警察に届け出っていうのはねないわけなんですけども、キャッシュの場合はですね不正利用されたらですね被害届提出ねする必要があるっていった感じになります。3つ目、発生よりですね10日以内に弊社まで保証申請を行ってくださいということで、発生からですね10日以内に、まあ、キャッシュの方にですね保証申請を行わないとですね保証自体はね受けられないっていう感じなんですよね。まあキャッシュに関してはですねスマートフォンアプリはですねかなり優秀っていう風になっておりまして、キャッシュね使った瞬間にスマートフォンにね通知来るようになっておりますんで、利用自体にですね気づかないっていうのはねまあ考えづらいわけなんですけども、まあ10日間ということですんで、ちょっとね厳しめかなっていう風に思いますね。またですね保証対象のアカウントっていうのがね決まってるっていう風になっておりまして、こちらもね公式サイトの画像なんですけども、一番上がですねこのキャッシュカードですね、それ以外にキャッシュにはキャッシュカードライトっていうのとキャッシュカードバーチャルでいいのかなっていうのがねあるわけなんですけども、こちらのキャッシュカードに関しては有効化がねお済みの方はですねもう保証対象ということで特にね何かする必要はないんですけども、キャッシュカードライトを利用されている方とキャッシュカードバーチャルを利用されている方で銀行口座のね登録による本人確認が完了されてないとですね保証対象にならないっていう風になりますんで、もしねこの2つ持たれている方はですね銀行口座にはね本人確認確実に行っておくようにしてください。また想定される不正利用のケースっていうのがね公式サイトにね載っておりまして、ちょっとねそちらの画像を出しておきますけども、ちょっと読み上げちゃいますね。本人アカウントに関する情報が第三者に不正に取得され、悪意のある第三者に残高を不正利用された場合、カードおよび金融機関の口座に関する情報が第三者に不正取得、悪意のある第三者に残高を不正利用された場合ということで、まあ、こちらに関してはですね保証対象っていう風になっているわけなんですけども、まあ、この文言を見る限りですね正直どこまでね
対応してくれるかはちょっとねわからないっていう感じなんですよね。まあ、もしねこのキャッシュカードですね歩いてて落としたりした場合ですね、これはもしかしたら不正利用された場合ですね、ちょっと保証してもらえるのかねちょっとわからないかなっていう感じなんですよね。またね保証対象外のケースもありますということで、こちらね画像を出しておきますけども、このような感じでね1から11までね書いてあるわけなんですけども、注目点としてはですね、前回の保証から1年以内の保証申請である場合ということですので、まあおそらくですけどもねないとは思うんですけども、1年にですね2回とかですね不正利用ね受けた場合には、まあ、保証はねされないっていう感じになるわけなんですよね。次にですね申請方法なんですけども、一応ねこちらも解説していこうかなと思うんですけども、こちらね画像が公式サイトにね出ておりますんで、まずねアプリ内のお問い合わせより進んでいただき、11その他のお問い合わせの種別を選択してください。2ですね本文の不正利用保証申請とご記入ください。3続けて下の内容を記入してくださいということで、まあ、申請者の情報であったりですね不正被害対象の取引番号、警察署への被害届の情報とかですね、まあ、こちらをね記載して、まあ、申請するというふうになってるわけなんですけども、かなりね大変ですよね。警察署にね届け出なきゃいけないということですので、まあ、こちらがないとですね申請がね出せないっていう風になっておりますんで、まあ、手間ではありますけども、まあ、こちらはですね、まあ、キャッシュ自体がプリペイドカードということでクレジットカードではないっていう点でもですね少し厳しめにしているのかなっていう感じですね。それではですね今回のアップデートで銀行口座からですね入金送金出金がねできるようになりましたということで、まあ、こちらについてはですね、まあ、個人的にはですね、まあ、あんまりね利用する人がいないのかなというふうに思うんですけども、まあ、というのもですねこのキャッシュっていうのはクレジットカードにね紐付けることによってキャッシュの還元 1% クレジットカードのねポイント自体がまあ取れるということで、まあ、二重取りねできるのがメリットっていうわけなので、まあ、銀行口座からですね入金してね使う方はね、まあ、少ないかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ、今回ねこういうのが導入されたというふうになっております。またなんですけども、今回のねアップデートによってクレジットカードでねチャージしたお金っていうのは送金、ね、できなくなってしまいましたので、こちらに関してはですね利用している方ね結構いらっしゃったと思うんですけども、クレジットカードでねチャージした金額についてはですね送金することができなくなってしまいましたので、今後はですね決済にまあ利用するだけっていう感じになりました。いかがだったでしょうか。今回はキャッシュの9月7日にね行われたアップデートに関してね解説させていただいたわけなんですけども、保証制度についてはですねかなりね渋い感じがしますので、まあね前回の不正利用の、ね、動画ではちょっとねおすすめしづらいっていう話をさせていただいて、まあ、今回ね保証制度ねつきましたんで、まあ、どうなのかっていうところなんですけども、ちょっとですね個人的にはですねそこまで全力でねおすすめできるっていう感じはねないかなというふうに思います。まあ私個人としてはですねせっかくね900円払ってね、発行しましたので管理にね気をつけながらね利用していきたいなというふうに思ってはいるんですけども、ちょっとねおすすめできるかどうかっていう点だとですねちょっと難しいかなっていう感じになりますかね。いずれにしてもですねキャッシュについてはですね利用されている方結構いらっしゃるかと思うんですけども、スマートフォンのねアプリで決済等々もねできるできない全て管理できるようになっておりますので、もしね利用するのであれば気をつけてね利用してみていただけたらなっていうふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローとチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますのでチャンネル登録ねしてない方はぜひねチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。